はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。2月11日大人クラブの時間でございます。ちょっと早めですが、はい。今日ですね、昼に、小山台にございますブリックスというコーヒーショップで、とても美味しい、ホットドッグと、あとですね、産みたての卵をね、いただいたんですが、非常に美味しかったです。ごちそうさまです。ちょっと夜なんでタバコ失礼します。やはり人間と人間っていうのは相性というものがあると思うんですね。私はあまり人を嫌うということが最近ないんですね。以前はありましたね。全員ぶっ飛ばしてやるぐらいの勢いがあったんですが、今はね、もうそういうことがなくなりましたね。人と揉めることで何も得るものはないですね。なるべく人と仲良くした方がやはり生きていく上で、いいことだと考えております。はい。で、音楽の話なんですけど、以前、スタジオワンというね、打ち込みのソフトで、CM だったり、あとはあのプロレスラーの入場のテーマなんかをね、担当させていただいたんですが、その時は多分ですね、テレキャスターだと思うんですけど、それ一本で全部こなしたんですね。で、結局その今は、こういったね、ズームのG14 というね、なんて言うんでしょう、これはマルチエフェクターじゃないよな、なんて言うんだろう、名前、まあ結局のところ今使っているのはローランドのインターフェースなんですが、ローランドのインターフェースとスタジオワンを使ってるんですが、それを使うと結局のところどういう音でも出てしまうんですよね。なのでもうこれ一本あると、もうほとんど全てのことが完結してしまうわけです。で、とてもこのギターは気に入ってまして、先日お話ししたんですが、無駄ななりね、ここの部分のね、この鳴りを押さえたんですが、やはりトライしてみて、それで良かったなと思いました。どうしてもレスポールの場合ピックガードが鳴るんですよね。それをやはり押さえるのが非常にこうよりソリッドにね、音を響かせる上で重要だと思います。特に気をつけていただきたいのは、このピックガードとエスカッションのこの部分の隙間ですね。意外とここに無頓着な方多いんですが、ギシギシしてると必ず弾いた時にギシギシという音が入ってるんですよ。後でよくリプレイを聞くと。なのでできる限りそのエスカッションとピックガードが当たらないようにする、これは非常に重要なことだと思います。であとチューニングですね。各
ジャンルで微妙にチューニングは変えてます。あのジャズの時はですね、3弦の G ですね、これを若干フラットさせてます。だいたい20セントぐらいですね。あのバズフェイトンチューニングというね、あの若干3弦をオフセットさせるような技術もあるんですが、これは再現することが非常に難しいんですね。でそもそもあのエレキギターというのは近年になって出来上がったものであって、まだ全くもって未完成な楽器なんですね。なので、最低限購入されてからね、1年間はまともに音が鳴らないと思ってください。はい、あのそのためにね、各お店1年保証というのをつけているので、できる限り、ありがとうございます。できる限り弾いてあげてください。私はこうキッチンでね、常に録音してるんですが、常に手元にギターがあります。そうすることでね、やはり弾く回数も増えますし、ギターと同じ空気を吸ってるというのはね、これ非常に重要なことです。で、じゃあエレキギターから始めたらいいかっていうと、私はこういうね、クラシックギターから始めることをお勧めします。理由といたしましては、以前にも申し上げましたが、弦のライフが圧倒的に長いんですね。切れるまで私は変えないです。はい。だいたいそうですね、半年ぐらいは使えてしまいますね。でエレキギターの方はというと、私はだいたい1週間に1回ぐらい変えてますね。そうすると今ね、コダダリオの3セットパックというのを使ってるんですが、まあ昨今ね、弦の値段は上がる一方です。これはもう致し方がないことなんですね。販売店さんが悪いわけでもなく、まあ、全てのものの価格は上がってますよね。電気代、ガス代なので、なるべく私も電気を使わないような生活を送ってるんですが、それでも、値段としてはね、結構な金額をスマートフォンとあとは、電気とガスと合算しているので、結構長くいってしまいます。で朝というか、そうですね、昼にお風呂に入るんですが、とにかく朝全く血圧が上がらずにこうぼやーんとしてるんですよね。で、お風呂に入りまして、若干こうね、血流が良くなって少し目が覚めて、でそこから毎朝ね、行きつけのコーヒーショップでコーヒーとベーグルだったり、ホットドッグだったりをいただいて、まあ、徐々に目が覚めてきて、でこの時間になるとだんだん元気になってくるという、まあ、そういう生活を繰り返して、まあ、できる限り、早寝しようとしてるんですが、これが眠れないんですよね。まあ、そういう病気ってあるわけですよ。というわけで、2月11日大人クラブの時間でした。2月14日バレンタインデーですね。はい、あまり皆さん期待しない方がいいですよ、まあ
生の頃はね、たくさんもらったりもしましたけど、今は誰からももらえないだろうな。というわけで、おかげさまでね、チャンネル登録者数が1560人まで来ました。昼間ね、知人にとても優しいギターを弾きますねと言われたんですが、まあ、若い頃はね、そうでもそんなことなかったんですよ。ジャーガヤガヤガヤやってたんですけど、やっぱり年とともにね、そういうギター弾けなくなってくるんですよね。疲れちゃうんですよね。まあ怖いですよ。自分が徐々にね、知名度が上がっていくと、ギターを弾くこと自体が怖くなる。以前でしたらミスをしてもね、まあいいかで済んだんですけど、今はやはりミスができない。ミスをしないためにたくさん練習をするということになりますね。とにかくたくさん練習してます。練習量だったら世界一だと思います。はい、本当にね、これは私にとってとても大切なギターなので、かっこいいでしょ。まあ、ギターは常にね、ピカピカにしておくべきだと思います。こういうね、クロスなんかを使ってね、そうすると徐々に塗装面が薄くなっていくんで、だんだんギターの鳴りも良くなっていきます。というわけで、ギターが一本手元にあると非常に幸せになりますよという話でした。それでは、2月11日大人クラブの時間でした。それではまたお会いいたしましょう。